おすすめの初期設定と動画の簡単な撮り方について、まとめていこうと思います。モンクス TV。 はい、こんにちは、ガニです。前回が初心者向けの簡単な設定編ですねをやったので、今回は、簡単な撮り方についてお話ししたいと思います。モンクス TV。 この設定が終わったら今度は実際に録画して使ってみましょう。で、GoPro には3つのモードがあります。普通に動画を撮るモード、ビデオモードの他に、この画面を横にこうスワイプさせるとモードの切り替えができるんですけれども、タイムラプスっていうモードと、あとは写真も撮れます。モンクス TV。 じゃあタイムラプスっていうのは何かっていうと、日没、太陽が昇って沈むまでの早回しの動画とか見たことないですか？雲が早く流れる動画とか、すごく長い時間の、動画をギュッと短くした早回しの動画みたいなのを多分見たことがあると思うんですが、あれが撮れるものです。はい。で、この中に、真ん中にタイムラプスっていうのがあるので、この GoPro を固定して、例えば流れる雲をすごく長くたくさん撮って、短く時間を圧縮して早く雲が流れるような動画にしたいときは、このタイムラプスっていうのを選んでください。今選択されているタイムワープっていうのは何なのかっていうと、 GoPro ってすごく手ブレ補正が効くんですね。なので、タイムラプスに手ブレ補正が効いたような状態です。この GoPro を持って、例えばここから駅までの道順をずっとこう持ちながら録画をしておくと、その道順を早回ししたような動画になるんですけれども、その時に手ブレ補正がしっかり効いた状態になるので、ガタガタしなく撮影できるんですね。なので、自分が GoPro を持ってタイムラプスしたいときは、このタイムワープを選択してください。で、 GoPro を固定して、星空というのかな、雲とかですね、東京の車が早く流れるような動画とか撮りたいときは、こちらのタイムラプス、 GoPro を固定するときはタイムラプスで、ナイトラプス、これは暗いところでも撮れるような映像になるので、と夜とかはこっちを選択して、タイムラプスを撮ることができます。モンクス TV。 で、ビデオはですね、同様にいろいろな設定があるんですけれども、ひとまず、まずは標準を選んでおきましょう。上にあります。で、それで撮るのに慣れてきたらですね、この 2.7K とか 4K とか、いろいろなこのプリセットっていうんですけれども、設定があるので、ここを変えて楽しんでみましょうと。一番下はスローモーションのものですね。まずは、初めて使った人はとりあえず標準、まずこれで慣れましょうという感じですね。で、標準のモードの時もですね、ここを押せばですね、カタツムリのマークにすれば、iPhone と同じようにスローモーションモードになるので、スローモーションで撮りたいなって時はこのカタツムリを押して録画をしてあげてください。そうすると4倍のスローモーションになります。で、この W、これはですね、レンズの画角を変えられるんですね。こうやって一番下にすると狭くなって、一番上にするとすごい広角になると。で、スーパービューね。で、これはとりあえずちょっと一番上から2番目の広角にしておきましょう。慣れてきたらいろいろ触ってね。プラスマーク、これはですね、こうやってズームができます。ズームができたりするんですけども、あんまり触らないようにしましょう。画質が確か多分荒れちゃうと思うので、これはもうこの一番下の状態で、これブーストオンっていうのはですね、 GoPro の中の手ブレをすごく効かせる機能です。で、すごく手ブレが激しい乗り物、ブレが激しい乗り物に乗った時とかには使ってあげるといいのかなとは思うんですけども、これを使うと周りの画面が少し狭くなってしまうので、通常は切っておきましょう。必要だなって思う時だけ使いましょう。わかりますか？画面の左にちょっと映ってるこの三脚の足、オンにすると、ほら消えちゃった。手ブレ補正が強力に効く代わりに画面が狭くなってしまうので、本当に必要な時だけね、使うようにしましょう。まずは、動画は標準を選んでおきましょう。モンクス TV。次、写真のモードですね。GoPro 動画だけじゃなくて、実は写真もちゃんと撮れちゃったりとかするので、この中にも広角とかですね、連写の機能だとか、夜用のモードとかがあるんですけれども、これはまずは一旦写真のモードにして、置きましょうと。写真もですね、ここの録画ボタンをポチッと押せばここから撮れますので、パシャッとね。
最近はですね、ディズニーランドとかかな、他の動画にも確かアップしてありますけれども、これ GoPro で撮った写真とかをその場で、パーク内でですね、印刷ができたりとか、写真の紙焼きかなができたりとかするので、まあ結構ですね、これで撮った写真、綺麗に出るので、まあそういう時に活用していただけると、動画だけじゃなくていいかなと思います。Monk TV。これで、あとは撮った動画はですね、この画面から下にスワイプしてあげると、再生モードになります。で、ここで再生してあげれば、見ることができます。で、左上のアイコンを押すと、今まで撮った動画が、こうやってたくさん見ることができるので、選択して再生することができます。で、撮った動画でこれはいらないなっていうのが出てきたらですね、右上の選択モードにして、この動画いらないですと、これもいらないですと、選択して、このゴミ箱アイコンを押せば、この動画を削除することができます。でさらに、まとめて全部消したい場合、選択アイコンをもう一回押してあげる。選択ボタンを一回押して、もう一回押してあげると、全部の動画が選択されます。その状態で、このゴミ箱のアイコンを押してあげると、一気に消すことができます。で、この動画を見ている単体の動画を消したときは、このゴミ箱アイコンを押せばすぐに消えますし、スローモーションで撮った動画は、ここでポチッと押せば、スローモーションになります。で、このボタン。これは動画のどこから再生しようかなっていうのを、このスライドさせてですね、再生させたい場所まで移動させることができます。基本的な操作はそんなところですね。で、一番最初の操作、また録画の画面に戻りたい。そんな時はですね、こう再生画面の上の方から指をこうシュッと下にスワイプしてあげると、はい、こうやってですね、戻ることができます。Monk TV。ということで、今回は、GoPro を初めて買った。で、かつ、なおかつ、あまりこういうものに慣れてない人向けに、GoPro 9、一番最初にしておくと良い設定と、撮影の仕方の簡単な操作についての内容でした。いかがでしたでしょうか。で、撮った動画はですね、ここからスマートフォンのクイックっていうアプリかな、と連携することで、データを同期させることができますね。そうするとですね、例えば1日撮った家族で撮ったレジャーの動画とかをこっちに連携させると、このクイックってアプリが勝手に、編集してくれたりするんですね。いい感じで。で、あとは音楽とかを追加させれば、思い出がですね、特に何の手間もなく、エモい動画になったりとかするんですね。なので結構おすすめです。もちろん自分で編集することもできるので、例えばパパとかですね、結構その最近流行りの Vlog とかも細かい設定を、まあ、今回簡単な設定しかやってないんですけども、細かい設定を駆使するとですね、 Vlog みたいなかっこいいシネマチックな、まあ、動画も撮れたりとかするんで、そういう一眼レフとかすごいカメラが買うことができないとか、あとはすごいノートパソコンとかも買わなきゃなとかって思って、そういうのをやろうと思っててもできないなと諦めてたお父さんとか、まあ GoPro だけこれあればですね、それもできますので、ぜひちょっとおすすめです。こうスマートフォンがあれば結構できちゃったりします。だからすごいエモい動画とかですね、バンバン作っていただけると、まあ、趣味も広がって楽しくなるんじゃないかなと思います。 Monk TV。 ダイジェストで作った動画っていうのは、まあ、こんな感じになるんですけども、そう、これうちの会社から出口までただただ GoPro を持って電車乗って帰っただけの動画なんですけども、そのアプリを返すと勝手にこんな風にですね、エモくしてくれるんですよ。まあちょっと面白いので、ぜひ GoPro 買った方は慣れてきたらやってみてください。 Monk TV。 で、今回の動画の中にもし見ていてですね、質問とかありましたらコメントの方に記入いただければですね、ちゃんと返ししますし、あとはこの動画の他にもですね、こういう動画が見たい、こういうのがよくわからないんだけどとかいうリクエストがあったら、それを一緒に書いていただけると、今ならフットワークから動画とかも作れますので、ぜひリクエストをください。じゃあ、そんな感じですね。以上、今回はガリからでした。また会いましょう。じゃあねー。あ、チャンネル登録よろしくね。